片付けない。さあこの後は我ら名古屋をもてなし武将隊の演舞にございますが、まずはこちらで夏が配っておる我らの瓦版をぜひとも受け取ってほしいんじゃな。この瓦版には我らの歴史、なんと我ら約2週間後くらいに11月3日なんと10周年を迎える。ありがとうござる。ゆえに、しかしながらここで今全員の方々に配ることはできませんゆえ、我らの演舞を最後の最後まで見ていただき、その後我らのところに直接もらいに来てくださりませ。我らの年表などが入っておりますゆえ、ぜひともご覧くださりませ。そしてこれよりは我らの演舞の時ぞ、皆様方もっともっと声を出していただきとうござる。それはまず勝ち時にござる。勝ち時とは右手の拳を大きく掲げ、えいえいあーえいえいあーえいえいあーさあ、みたびあげる戦勝祈願にござる。皆様方にはこのえいえいに続きあーの部分を出していただきとうござる。先ほどから小さな若様、姫様、どえりゃ声出しとるで、はい、もっとくだされ。武将様方をもっと鼓舞するんじゃ。それでは早速やってまいる。皆様方右手の拳を掲げてくだされ。さあ後方の方も一緒にお願いいたしまする。ありがとうござる。それでは参りますぞ。皆の者勝ち時じゃしとれ。えいえいあーえいえいあーえいえいあー、ありがとうございます。我らの演舞最後までお楽しみくださいませ。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の集団、本日は現世という戦国のように生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神誠お届けする所存でございます。忠義の虎、加藤清正なり。一緒にやるから百万石、我が天道を尽きす。何かを守りたき者はわしと共に来い。我こそは槍の持たず、前田利家なり。ふっ、お前たち、夢持つさらドイレーメ持って長領。皆の衆、わしとドイレーメ身を前、戦国一を出世がした。わしは太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、我ら名古屋おもてなし武将隊、いざ参る。はあ、名古屋おもてなし武将隊演舞長篠の戦い、豊臣秀吉の巻。1575年武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河の国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8千と武田軍1万5千が激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。信長様に付き従い長篠の戦いに参戦した豊臣秀吉は、織田軍本陣右翼にて見事武田軍を抑え込む。武田軍は敗走、織田徳川連合軍の勝利は確実なものとなった。しかし信長様は非常にも敗走する武田軍の殲滅を秀吉にお命じなされたのであった。
今日はさ、夏助けすぐに出陣するぞ。はっ、よろしいのですか。何がじゃ。退却する敵に追い打ちをかけるなど。信長様も言うておったろ、これが戦じゃ。清正の言う通りじゃ。わしが断ったとて年以下徳川様がやらねばならぬ。それにわしは出世が好きだでな。こう立てればそれだけ地位が上がる。地位のために人を殺めるのですか。夏、きついこと言ってくれるな。失礼いたしました。いや、夏の言う通りじゃ。地位のために人を殺めるか。秀吉様は築城や様々な分野にいてその才を発揮なさっておられます。これからもそのようなことで功を立てればよろしいのではないでしょうか。戦仕事は皆同じじゃ。城を作っても後方で戦の準備をしても結果としてはそれが人の命を奪うことになる。直接この手を汚すことと何も変わりはないがね。おつろございますな。それでもなぜ戦場に出るか分かるか。分かりません。私も人を生かすためじゃ。信長様は時にご無体なことをおっしゃる。じゃあそれは戦のない湯の一番の近道だかね。早う戦のない湯を作って農民が米作りに集中できるようにせにゃいかんでな。わしはこの手を汚したことを一生忘れん。秀吉様、辛くても暗い顔していかんでね。わしらはずっと先の日の本のことを考えないかん。わしらが頑張ればこの先日の本に生きる者は笑えるんだかね。ええな。はあ、参るぞ。羽柴秀吉、気を持って武田軍を殲滅いたーす。さあ皆の衆、いかがであったか。我ら名古屋おもてなし武将隊は現世によみがえりし以上皆に寄り添って生きていきたいと考える。それこそが現な演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことはここになる。皆の者、負けるでにあぞ。勝利の迷いじゃ。勝ちと気を上げよ。はっ、名古屋のここに集まりし南屋の若手側のために勝つときじゃ。それえいえいブーえいえいブーえいえいブー。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける。皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。
さあさあさあ、この中で我らのことを初めて見たっちゅうものはどれほどおるんじゃ。おう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 、ほとんどじゃな。仕方ない、清正。はっ、我らのことを分かりやすく皆に伝えてまいれ。承知いたしました。我ら名古屋おもてなし武将隊は、この名古屋を世界一の観光都市とするために蘇ってきた、ほんの風習なんだっちゃ。土日祝日はこのように、演舞と称したパフォーマンスを披露いたし、平日はおもてなしといたし、皆とら写真撮影やら、顔をもさつけたりするんじゃな。また、この位置には、テレビ番組、ラジオ番組などといったレギュラーのものをいくつか持っておってな、この名古屋がもっともっと多くのためにしてもらえるように日夜活動しておる。そうなんじゃ、我らはラジオ番組を持っとるんじゃ。なんと面白いことに、このなんじゃからくり箱というところから、このモノノフの言葉何々でござるとか、そういったものが聞けるのがこの愛知名古屋の良さ。そうじゃな。曲は CBC ラジオというところで、戦国音絵巻、ぜひ何やらアプリなるものを使えば全国で聴けるようだで、ぜひ聴いてみてちょ。月曜日の夜9時、月9と思いといてちょ。月9は武将のラジオを聴いてちょということで、せっかくだで、今から陣形を我らが撮る、皆々で写真をたくさん撮ってちょうよ。それでは忍びの者、今一度出てまいれ。はっ、はい、はい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。さあではまずは正面から。まい、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、しまいじゃ。ありがとうござる。さあ続いてはこちら側。ほい、仕方を取ってちょうよ。まいろ。ほひふみよいつしまいじゃ。ありがとうござる。そしてこちら側まいろか。ささっからくりをいたせ。まい、ご、4、3、2、1、しまいじゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。実は我らはそういったレギュラー番組以外にもなんと買ってほしいものがあるな。最後にもし親父に来たんであれば、おそれじゃ何か年上が説明してくれる。さよ、今年に入り我らはさまざまな挑戦を行っておるんじゃが、その一環としてなんと我ら名古屋おもてなし武将隊がこの名古屋城に関する本を出した。さあどういうことよくわからんというものもわからん。実はこの名古屋おもてなし武将隊にはこの名古屋城にゆかりの深い武将も幾人かおるんじゃな。その中でもおそらく一番有名なのは築城者である徳川家康殿。こういった城を直接建てた者たちが直々に執筆いたした本がなんとこの名古屋城内で買うことができるんじゃな。その本を買うことによりこの名古屋城の案内を受けたのと同等、いやそれ以上の情報を持って帰ることができるので、みなみなぜひとも土産物屋にて天下一名古屋城という本をぜひとも手に取ってみてちょうよ。そうなんじゃ。みなみなは名古屋城の良さを書いとるんじゃが、やはりは豊臣秀吉は大阪城を建てたことで有名じゃ、故にわしのとこだけ名古屋城の悪口がたくさん書いてある。書いとらん。全部名古屋城のいいとこしか書いとらん。こう光を当てると悪口がいっぱい出てくる。いやいやいやしかしながらそれほどの情報量の良き本でございませるが、吉井家様、お高いんでしょう。お高いんでしょう。実はわしらが自ら手掛けておるでちーとばかし値がある。なんとなんと税込み600。安い。600。安い。いや、すごい。ゲーツの最低賃金より安いんじゃないか。それをおそらく相当安い。いや素晴らしい。600円で。だってな、みなみな気軽な気持ちでぜひとも
子供がおるもの、もしくは名古屋城に初めて来たものはぜひとも手に取って読みながら城内散策してみて、ちょいよ様々なことがわかるでな。素晴らしい。改め天下一名古屋城という本でござった。うん、ぜひ買ってちょいよ。さてはこの後忍びたちはいかがいたすんじゃ。はっ、我ら忍者隊はさらに皆様と交流を図ってまいりたいと思っております。故に皆様から見て後方の空いておる場所を利用いたしまして、お写真を共に撮っていこうと思いますので、ぜひとも集ってくださりませ、お願いいたします。では忍びと取りたき者はぜひ集ってちょうよ。では服部半蔵忍者隊3はっ、よっしゃ。して我らはこの後は、この後はなんと物足りない重化をしておる者が今日そのようなわしらと二人きりで写真を撮れる国を設けてまいろうではないかの秀吉。そうじゃな。よっさあ今からこの三名の武将、わし秀吉あるいは前田利家、加藤清正と一枚写真あるいは顔、これは現世でいうサインをもらうことができるんじゃ。上に取りたきサインがもらいたき武将に今より移動してまいるでついてきてほしいんじゃが、その時に小さなお子、年配の者、怪我しとる者、異国から来てちょっと時間がないよっちゅう者、そういった者たちを優先的に前に出してあげてほしいんじゃ。それではまずはわしから移動してまいろうかな。よし、では秀吉から移動を始めるでな、はい、秀吉の写真を